ジュリア0411さんからのメッセージです。去年の夏、気になっていた一つ上の彼 K に告白されて付き合いました。デートはたった1回、花火大会だけでした。でもほとんど毎日メールしてくれました。今年になって不意に一度別れて、1ヶ月後また付き合いました。それからは何回か一緒に遊んだり帰ったりしていました。彼が高校に入り4月に別れました。しばらく来なかったメールがやっと来て、そこには部活が忙しいから相手できんからと書かれていました。彼は硬式野球部なので忙しいのは分かります。私は相手しなくてもいいから別れたくないと言いましたが、そんなん俺が嫌やから無理と言われました。諦めるべきなのか分かりません。めちゃくちゃ好きなんです。でも諦めたくないから K と別れたんだと思います。諦めたくないけど叶わないかもしれない。どうしたらいいか分かりません。カネヤン、アドバイスお願いします。なるほど、彼が1個上、自分は中3、相手は高校生。この差って大きいですよね。なんかこうやっぱり高校生になった瞬間から何かこう花が開いたりとか、今までなんかなんていうのかな、知らなかったことが一気に増える時期やと思うんですよね、高校生になるっていうのは。だからなんかこう多分彼はもしかしたらね、その中学校の時よりも高校行ってから何か楽しいことをしてしまったのか、まあね、最悪ね、すごい最悪なことを考えるとね、ちょっとなんかこうジュリアさんがね子供に見えたりする瞬間もあったりするのかもしれんし、それの言い訳が部活が忙しいから相手できやんからっていう、まあ、それも彼の優しさやったりもするし、すごく客観的に見るとそういうなんかこうジュリアさんに対する優しさからの言い訳でもう綺麗に別れようかなと思ったんかなって思うけどね、すごくまあ最悪のパターンを考えるとね。でももっとポジティブに考えるんやったら、ほんまに部活忙しいしっていう彼のことを支えてあげる、なんかこう今付き合ってよ、何でもいいからとにかく付き合ってよ、私と一緒におってよっていう詰めるんじゃなくて、もう分かったと、今は忙しいな、十分分かるから、でも応援してるねみたいな、でもほんまに好きやからずっと好きでいてもいいみたいな、なんかちょっと控えめな感じでいれば、もしかしたらまた彼も振り向かせることもできるかもしれんし、うん、ただ今はなんかこう焦る時期ではないのかななんて思いますけどね。まあ、でも逆にね、ジュリアさんもあともう少しして高校生になったりとかしたら、きっとね楽しい世界がいっぱい広がってて、またそこでもね出会いがあったりとか、友達がねまた新しくできたりとかして、すごい楽しいことが待ってると思うから、もし例えばこの恋愛がうまくいかんくっても、この先にもねきっといい人もたくさんいるんじゃないかなとは思いますけどね。はい、というわけで、ラブモリさん、ジュリアさん、ありがとうございました。